東野クラブは岩手県東野市を本拠地とするサッカークラブチーム創設年不明。東北社会人サッカーリーグ2部北発昇格は2000年。以来優勝1回、2位2回、3位5回という上場の成績を収めていた。しかし、2007年の3位を最後に成績は徐々に下降線をたどり始めると、得点が徐々に減少し、2012年は 失点が前年の37から85と激増。当然、勝利数は減少し、相対的に敗戦数が増加していくと、ついに一勝も上げられなかった。そして2013年、なんとか3勝を上げるも、これは北ブロックでは最小で、得点も15で、同じく北ブロック最小。失点は50で、北ブロック最多という結果となり、結局、 14年間在籍し続けた東北リーグから岩手県社会人、サッカーリーグ一部に降格した。2016年岩手県リーグ一部を制し、2017年に4年ぶりに東北リーグに復帰1勝17敗、勝ち点3で再開となったが、一部からの降格チームがなく、秋田県社会人、サッカーリーグ優勝チームも昇格自体、さらに7位の八学大。 FC2014 がリーグを脱退したため、東北リーグに残留した。しかし2018年も再開となり、再び岩手県リーグに降格した。2019年は岩手県リーグで優勝したが、翌2020年の東北リーグ昇格を辞退した。しかし、岩手県リーグが中止となった2020年は、一転して前年成績による2021年の、 東北リーグ昇格を承諾した。ありがとうございます。